皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラゴンクエストビルダーズ2破壊神指導と空っぽの島やっていきましょう。流れ着いた先の島で一応探索しながら進めていこうと思います。なんかいろいろ木材とかはゲットできてるし、食べ物も昆布があるんでここは大丈夫そうですね。でなんか行くとこがまだわかんないんですけど、まあとりあえず周囲なのかな、素材集めながら回ろうと思います。なんかある、あれ人の声が聞こえる。何もない、ん誰もいない。ここはどこだ、俺は一体。壁の向こうからのようだ。砂の壁を壊してみますか。どこ、あっ宝箱の中身が昆布だった件について、突っ込んでもいいかな。もうちょっとなんかすごいもの出てくるんじゃないかと思ったんだけど、そうではなかったらね。これっていうか誰、とりあえず行ってみましょう。ダイス、あれ空っぽと始まりの無人島、読み方空っぽ島かもしれないんだけど、どっちかな。なんか岩が多いとこですね。さっきの声の人が近くにいるのかもしれないんで、とりあえず進めます。あ、いたいた。あれだ。赤い空か。まさかここは地獄か。それとも天国ってやつか。ん？おい、そこのツンツン頭、貴様誰だ？ツンツン頭って、そのまんまの見た目だ。どうやら生きてるらしいな。どうやってここに来た？おお、乗っていた船が沈没してここに流れ着いたらしいか。貴様何者なんだ？ビルダーです。ビルダー見習いのコードか。なんだビルダーって。まあいい。面白いものを見つけてやる。俺についてこい。面白いもの。見つけた？なんかさ、声がすごいかっこいいんだけど。食べ物はなんか大丈夫そうだよね。いっぱい昆布あるし。おい、こっちだ。走るの速くない？お、人！どうだ、ここの連中みんな死んでやがるんだ。なかなか面白いだろう。ひどい、あんた誰よ。この島で生きているのは俺と貴様だけみたいだな。え、指導だとしたら俺は一体、え、名前がなんかすごいんだけど。おい、あの女まだ息があるぞ。どうする、いっそ楽にしてやるか。いや、助けるの選択肢でしょう。ここはどこ？私は一体。あなたたち海賊ね、ルルの身ぐるみ剥がす気なんでしょう。この子はルルちゃんっていうんだね。なんでここい、ひどーどうする、あの女口が聞けないようにしてやるか。いや君は大丈夫だよ、ちょっとついてきて。ここ家になるね、拠点かな。近寄らないで。ここはどこなの？どうやらここは無人島ってやつみたいだな。瓦礫と砂と死体しかない。あら、うん、あなた、あの船に乗っていたビルダー見習いね。ニコニコして魔物の命令を聞いてた。どっかいたんだこの子。助けが来るかもしれない。それまで何か作って待とうですって。そっか、あなたビルダーだもの。少しは物を作れるよね。ボロの作業台もあるし。そうね、助けを待つ間に何か作れるとしたら、ルルのお願いミッション、お部屋を作って。2段以上の壁と扉があれば完成するわ。壊れたお家を利用すれば早いよね。グローブを作って、で焚き火で料理。待って、達成とか今3分の0なのに今気づいたんですけど、桃貝が落ちてたから焚き火で焼いて、ベッドを作っていっぱいある頼み事がいっぱいある。急にベラベラ喋りやがって。黙ってなさい、お腹丸出しのってねえビルダミナラさん、お願いしたものあなたなら作れるわよね。はい、そう言ってくれると思ったわ。お尻の多い見習いでもこれぐらいは、うん、なんか手厳しいな。なんだよミッションって、息の根を止めようぜとかさ、口楽にしてやろうかしか言わないね。じゃこれで、ね、君そこいると置けないから、置けないから。
やいやいや、話しかけるんじゃなくて作りたいのよ。ねえねえ、何相談して困ってる、助けてあげようとまあまあしてるけど、お互いに相談者だよね。まあそういうことですけど、物を作るってなんだ。まあいい、退屈しのぎにはなりそうだ。そうだな、まずは部屋作りってやつからやってみたらどうだ。もう二人ともあれだよね、優しいんだと思うんだけど、ついてくるのは一人だけなんだね。指導がずっとついてきてる。よし、これでお部屋の外側ラスト。あとはあれ、空き部屋になった。松明入ってないくても空き部屋にはなるんですね。魔物が来ても部屋の中ならへっちゃら。お部屋を作っては達成。あとは2つ焚き火で料理して。あの女が言ってやがった部屋作りってやつか。焚き火で桃貝を焼いて料理作れって言ってましたな。ひらめいた新たなレシピ。焚き火で、とりあえず焚き火を作ろう。何？焚き火をひらめいた素材があれば作れるだと。そう、油と作業台ね。スライム絞ってないスライム絞り上げてきてたの。木材は壊れた樽や流木から取れるって言ってたな。早く素材を集めてこようぜ。ちょっと行ってこよう。壊れた樽とか流木、近くにありそうだけど。これだね、すぐ見つかりそうなんで、とりあえず集めます。あ、一緒に集めてくれるんだ、楽。とても楽ちん。おい貴様、いまいちわからない。ビルダーとはなんだ。こう落ちてるものを殴ってぶっ壊せば物を作るための素材になるのか。ん、ビルダーは世界中にいる。物作りを知らないなんておかしい。貴様、人のことおかしいだなんて。俺は物を壊すのは得意なんだ。材料集めってやつ俺も手伝ってやる。そう、桃貝がね、桃貝ってなんだろう。昆布しか見てないんだけど、これはまだいけないみたいだね。これか、あった。なんでその妙な形は。そうか、それが桃貝ってやつか。危険な匂いがする。まさか生で食うなんて言わないよな。焼けばいいってことなんだと思うから、焚き火なんだと思うのでいいと思います。スライムがいるね。もうちょっと集めてから拠点に戻ろうと思います。これで結構集まったから作って報告しよう。とりあえずは焚き火を作るだね。はい、焚き火。あとは松明置けばいいかな。部屋の中にじゃあ置いて。これが焚き火ってやつか。なかなか派手に燃えそうだな。そいつをどうするんだ。焚き火で料理をしよう。 X で入れて A で料理完成。お料理ができるのは、鍋のマークがついてるから分かりますね。桃貝ってやつを焚き火に突っ込んだのか。そうか、焼こうってわけだな。料理ってのもものづくりなんだな。桃貝が焼けるまで少し時間がかかりそうだ。あ、ほんとだ、時間経過が出てる。すぐできるってわけじゃないんですね、これ。どれぐらいの、なんだろう、ものによって違うのかな。これで完成。受け取る。くんくんくん。わあ、早速焼き物もがいを作ってくれたのね。渡します。はい、食べてる。うん、生臭さとジャリジャリ感が相まって美味しい。少し待てばお料理を作れるの。そのまま食べるよりもお腹が膨れて体力回復にもなるわ。焚き火で料理をしてを完了。もう一つだよね。名前はなんていうの。コードと指導か。あなたは何。ここに来るまでの記憶がまるでないんだ。記憶喪失ってやつみたい。ビルダミラーに記憶喪失ね。なんだか面白い、いいコンビなのかこれ。寝言は寝てから言いやがる。だって寝言といえばお腹膨れて眠くなっちゃった。早くわらベッド作って。わらのベッド、何から作るのかな。新たなレシピを。わらベッド、何を使うの。なんだよ、やたら嬉しそうな顔しやがって。
ほう、わらべとひらめったんだな。枯れ草を素材にすれば作れる。西の奥で見たぜ。じゃあ取りに行こっか、枯れ草。お料理はセットしといて、枯れ草を集めに行ってみます。なんかいろいろ落ちてるから途中のも持ってった方がいい気がするんで、取れるやつ持っていこうと思います。まだ大きいのはできないけど、砂ブロックとかは取れますね。スライムはなんか簡単。これだね、枯れ草結構ある。3人いるから3つ作ったらみんなが寝れるよね。この辺なんだろう、洞窟？怪しいな、ここの洞窟。なんかありそうだけど、これしかないんだ。あれ、なんかある。何これ、不思議な彫刻が床に施されている。もしかして、もしかしてこれは前作でもあったあれですかね。違う？まだわかんないから、枯れ草も取ったし、とりあえずまた戻りながら取って拠点に行って作ろう。ベッド19個あれば3つ作れるんじゃないかな。生活家具できたー。なんかただの藁なのかな。とりあえず2つね。あとはご飯も受け取って入れとこうかな。途中の取り出しもできるのかな。今 Y ボタンありましたね。あとなんか踊ってんだけど、普通に藁だわこれ。2個だけ、もう1個作って自分の分も作っておきたいので3つにします。よかった、できた。なんでずっと踊ってるんだろう、ルルちゃん。ん、ベッド3つ敷いてくれたのね。とってもいい出来じゃない。体力回復はベッドで、あと夜寝るときもいいんだよね確か。え、パパとママ、ハーゴン兄弟に殺されたの。ハブガナっていう町で戦いに巻き込まれて、しかし仕返ししようと思ってあの船に忍び込んだんだけど、あれ仕返ししようと思ったの。パパママ、変な無人島で変な男にからわれてもルルは元気よ。とにかくこれで夜になったらベッドでゆっくり寝られるわ。これで達成しました、3つ目、ベッドを作って達成で、これミッション終わったんで最後に報告かな。食べ物作り、お部屋作り、どうもありがとう。こんな島に遭難しちゃったけど、物作りを見てたら楽しくなってきちゃった。あなたと一緒なら遭難生活もちょっとな、遭難生活はな、文化的になってちょうだい。あれ、毎日焼き桃貝を30個と昆布を50個ルルのために持ってきてね。え、ま、毎日待って、いや毎日の数がすごかったよね。いっぱい食べるのかなこの子、ひどひ、まあ、いいか。あの指導のお願い事もあるから聞いてみようかな。おとなしくなったと思ったら、減ら、口の減らない女だ。女が欲しがっていたものよく全部作れたな。ものづくりか。ん、うん、おい、ものづくりってやつ俺にもやらせろよ。シャブロダイトライを使わせてもらう、一緒にやる。炙り昆布を初めて作った。昆布いいかも、はい、セットしてなんか作ろう。作業台があれば物を作れるんだよな。どれどれ。ん？何作ったんだろう。ん？ん？何？爆発したよ。あえ、なんでなんで。うわ。出る、どういうことだ、物なんか全然作れないぞ。クソ、もうどうなってやがる。ビルダーになれないってことかよ。
ものづくりなんてほんの少しだけ面白そうと思ったがどうしようもなさそうだな。仕方ない、お前俺のためになんか作れよ。あの女にはあんなもの作ってやったんだ、一つぐらい作ってくれてもいいだろ。かわいい。新たなレシピをひらめいた。コンボ、じゃあ獅童くんにはコンボを作ってあげよう。装備品のコンボの方が、あ、獅童専用装備なんだね、コンボってことは持てないのかな。なんだそのチンケの棒は。コンボだよ、物を壊すのが得意っていうから専用のコンボを作ってみただと。そいつはいい、そのコンボってやつ早く俺にくれよ。はい、作ったら忘れずに俺にくれよ。 X で指導装備できた。専用の武器か、どれどれ。何壊すの、やめてね、いい壊すの。大丈夫そうだった。おおかっこいい、ちょっとかっこよくなったよ。なかなかいい振り心地だぜ。これなら派手に魔物をぶっ倒せそうだ。コンボを素材から作ったってわけだな。お前なかなかやるじゃないか。ありがとな、ビルダー見習い。このコンボは、ん、何、お前は感じたか、向こうにスライムより強い魔物の気配がある。へへへへへって、戦い方を教えてやる。気配がしたのはこの海岸の西だ。魔物をぶっ倒しに行くぞ。目的地がつきましたので、とりあえず現場に向かってみようと思います。あれ、これさっきのとこだ。うわー、いっぱい出た。ネズミ、ネズミ、なんだったっけ、名前が、名前もわかんないんだけど、モンスターを倒せ。とりあえず周りのスライムを倒していこう。油もらって、もうちょい、もうちょい、もうちょい。おー、来た。おお手仲良し。なんだ今のは。お前が手出すから思わず叩いちまったが。何、叩いちまっただと。やり遂げた時にするポーズ。あ、ハイタッチね。ち、ナンパな振る舞いだぜ。悪い気はしないんだけどって、かわいいな。戦いのコツをつかめたか。レベルが上がった。あれ、戦うとレベル上がるのかな。レベル2になった。最大 HP が上がった。うん、うん、魔物を倒すで一緒に強くなれたな。だがお前はビルダーだ。強い敵は俺に任せておけ。代わりに物を作るのは任せたからな。やっぱり俺には物を壊す方が似合うみたいだ。さてと、あの女のことも心配だ。部屋に戻って俺たちも寝るとするか。ん、どうしたの。お前の物作りなかなかのもんだ。夜が明けたらこの島で一緒に探検しような。やったー、達成できました。指導のお願い事。ベッドで眠ろうがついたんで眠りに戻ります。あ、もうそれにしても梱包は、本作は指導専用なんですね。前は自分も梱包使えたんだけど、もしかしたら他にも専用武器とかあるのかな。進めるのが楽しみです。とりあえず罠のベッドに戻ってなんだけど、なんか向こうもびっくりマークがついてる。ルルンちゃんもお願い事がまたあるみたいですね。違うのかな、これ寝ればいいってことかな。はい、なんか部屋の真ん中びっくりマークになってる。とりあえずまたご飯を作って寝てから続き遊んでいこうと思います。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!